スナップオンはアメリカ合衆国ウィスコンシン州の大手工具メーカー。ソケットレンチを発明したことで有名で、スナップオンブランドの他ブルーポイントブランドなどの自動車整備用工具、機械、用品などを製造、販売している。自動車ディーラーやモーターレースの回 -1 元 GP の整備のプロが絶大な信頼を寄せている工具メーカーである。 1920年代にフォードモデル T の生産台数が飛躍的に伸びアメリカでのモータリゼーションが本格化した時代にスナップオンは設立された。グラインダーの製造に携わっていたジョセフ・ジョンソンが少ないツールで多くの作業ができるという考え方から従来の一体型のレンチをハンドルとソケットに分離することを考えた。このアイデアがインターチェンジャブルソケットレンチの 始まりであり、スナップオンの基礎を築いた。当時勤務していた会社の上司にこのアイデアを提案するが認めてもらえず、独立して商品化することになる。最初に販売されたレンチは5種類のハンドルと10種類のソケットのセットで5本で50の仕事をするとのキャッチフレーズが付けられていた。 パートナーのウィリアル・セードマンとサンプルを顧客に持ち込み工具の良さを実証することで500セットの受注の成功を得る。現在のスナップオンのロゴデザインは1955年から使用されている。1923から1931年、1939年、1944年、1948年、1950年、1953年、 1981年と時代とともに変化している。スナップオンのウォークスルーバン従来は点接触でボルトやナットを回していたのに対して面接触で回すことにより高いトルクでの締め付けを可能とした。1960年代にアメリカ軍の要請で発明され特許を取得したが1980年代に切れ、各メーカーとも同様の機構を採用している。 スナップオンは1940年代にウォークするタイプのバンを改造した移動店舗によるセールスをはじめ、決まった区域を巡回して販売するスナップオンバンセリングという特徴的な販売システムをとっている。世界130カ国で約5000台になり、日本国内では約300台ほどのバンが走っており、そのほとんどのバンがフランチャイズ方式である。消耗品。 計測機器等を除いて、スナップオンの工具は無期限保証となっている。保証規定に合致するのは、日本国内の正規販売店から新品で購入し、製造上の欠陥や材質の問題によって製品に瑕疵が認められ、使用不可能なツールであり、修理、または交換がされる。これ以外にも実際には交換してもらえる事例もあって、スナップオンが、 ユーザーから厚い信頼を受ける要因の一つとなっているが、それは保証規定に基づかない、スナップオン版セールスの行為によるものである。スナップオンの連鎖ブランドで精度、仕上げの質が異なる。保証規定についても、製造上の欠陥に対し無期限保証とあり、材質の問題には言及されていない。多くは、他社からの OEM 供給を受けた製品であり、日本製のものもある。 海外では MA が盛んであるが、工具業界も大きないくつかのグループが形成されている。スナップオンもそのグループの大きな核の一つになっている。特に、バーコ、ベルツアーなど欧州の老舗高品質ブランドを買収して生産コストの低い国に生産拠点を移し、スナップオンとは競合しない連価ブランドとして位置づけることも多い。また、買収した工場で、スナップ、 ON ブランドの生産も行っている。スナップオンジャパンは、スナップオングループの参加に組み入ったブランドの製品を中心に、スナップオンやブルーポイント以外のブランドも取り扱う。それらは、バンセールスのルート以外にも、一般の工具商の流通ルートでも販売されている。大手ヘックスレンチメーカーのボンダスもスナップオンの参加になったが、日本ではボンダスの製品は、 ボンダスジャパンが販売している。以前はパオとエステルでブレンドされたスナップオンブランドの化学合成エンジンオイルを販売していたが、生産は日本産石油が担っていた。なお、公式な販売ではないが、スナップオンのバンセールスは、テリトリー内の幅広いニーズに対応するため、スナップオンの競合メーカーの製品も扱う。ありがとうございます。